国の統計によると日本人の睡眠時間は諸外国に比べて短いという。さらに普段の睡眠で休養が十分取れているかという質問に対して3割余りが取れていないという結果になっている。長い時間の睡眠では睡眠を取らなくてもいいと思うんですけど、その深い睡眠をいかに取ってあげるかということが大事かなというふうに思いますし、深い睡眠、質の良い睡眠は医療のみならず介護の現場でも重要なテーマとなっている。食事と睡眠っていうのは本当にこうその方の健康状態を表しているようなバロメーターになりますので。高齢化社会におけるこうした介護の問題を解決していこうと、ノースヘルスケアサポートという企業が札幌に誕生した。現場で解決できないような事象がいっぱい出てきて、それを一つずつでも解決できるような仕事ができればいいな、そういう意味でこのノースヘルスケアサポートができたんですね。介護の現場にある問題を中心に高齢化社会の健康サポートに取り組むノースヘルスケアサポート、その最前線に迫る。ここは小樽にある複合型の介護サービスの事業所。介護を要する高齢者が通ったり宿泊したり、訪問介護や医師の指示による訪問看護サービスを提供している。特に介護度の高い高齢者の場合、睡眠に深く関わって健康維持に影響する大きな問題があるという。民間のこういった介護事業所ですとか高齢者住宅でもそうなんですが、介護者が入りながら生活を続けるっていう、ところまで来てますので、寝たきりの方に関しましたら何を置いてもやはり床ずれの予防というところですよね。床ずれとは褥瘡とも呼ばれるが、どんなものなのか、その予防や治療について看護師に伺ってみた。我々体には全部血液が流れてまして、でなおかつ毛細血管も流れて、全てのところに流れています。でそこに、例えば仙骨の部分のところに圧がかかると、血液が流れなくなります。で低酸素状態になってしまう。低酸素状態になることによってそこの部分が壊死をしてくる。要するに皮膚が死んでしまう。やっぱり大きくなりますと痛みも出てきますし、治療をしないとそれがどんどん、大きくなって、最悪の場合は骨までが見えてくる状態になってきますので、褥瘡を作ってしまうより作らないということが一番大切だと思うんですね、はい。万一起きてしまうと深刻な症状につながるという床ずれ。介護する側は介護度の高い高齢者に床ずれができないよう日々予防に力を入れている。大変感でもただ体の向きを変えていればというわけではないので、その同一箇所への圧迫をどのように分散させるか、あとはその挟み込む枕ですとかクッション類をいくら体を変換してると言っても、その当て方が間違っていれば褥瘡は進んでいきますので。そこでノースヘルスケアサポートが手掛けたのは、比較的元気な高齢者にも寝返りがしやすいことで快眠につながる床ずれケア商品。やっぱり夜間のトイレ行く回数だとか増えてきますよね。それはなぜかって言ったら安眠ができない、それからあとは朝早く目が覚める、こういった部分でなぜかということを自分でもいろいろ考えてたんですが、やっぱり快眠がぐっすり眠れないとどうしてもそういう現象が起きてくる。
ということで一番今こだわってるのは夜間の睡眠を十分取るための商品の一つとして、マットレス。この企業が販売する介護サポート商品の一つが介護医療向けマットレス。寝返りを促進し床ずれをケアする一方で介護する側の負担を軽減する。その秘密は構造にあった。寝返りを促進し床ずれをケアしながら介護する側の負担を軽減する。このマットレス最大の特徴は構造にあった。今まで、睡眠用具ってほとんどが低反発でこう沈み込むような感じのものが、睡眠が取りやすいということで来てるんですが、低反発ですと体が沈みますんで、沈んだ状態で寝返りを打つということが特に要介護の度合いが高くなってくると、自分で自分の体の寝返りを打つということが沈んじゃうとできないというのが現状なんですね。でところがこの高反発になるとご自分で体をコロコロっていうような形で転がしやすくなったというか、自分の体の位置を自分でちゃんとやれるようになった、こんな事例がありますんで、このことはイコール介護する人間にとっても非常に楽だという、介護しやすいというメリットがあります。このマットレスは立体網状構造の高反発素材でできている。そのため寝ている人が沈み込まずに寝返りを促進し、体への圧力が分散されるため血流が一箇所に集中するのを緩和する。こうした機能は若い世代や健康な人にとっても腰や肩などへの負担の軽減につながると言われている。また立体網状構造は 90% が空気層のため通気性が良く耐久性も高い。丸洗いすることも可能で、高機能防水カバーをかぶせることでより衛生的で清潔な状態を手軽に維持することができる。洗えて速乾性があるんで、これは非常に低コスト、ランニングの面で低コストだと思います。ダメだ、それダメだ。実際にこのマットレスを利用している介護施設では、腰をされて翌朝お話ちょっとお伺いに行ったんですけど、久しぶりにぐっすり眠れたっていうのは第一声でした。実際ご使用になっている方は少し負担が軽くなってきてるっていうお話もされてましたので、それが、現実かと思います。実はこの高反発のマットレスの他に車椅子用のクッションや枕なども商品化が予定されている。また健康に関心が高いユーザーには高反発で天然素材を用いた商品も用意されている。高齢化社会の健康サポートに取り組むノースヘルスケアサポート。国によると2065年には高齢化率が 38.4% に達するという予測がある。その時代に向けて今介護現場では不安の声が広がっている。介護職のなり手が減ってるもんですから、で、それとあとは介護職を長く続けてる方ももちろんいらっしゃるんですけれども、若い方がどんどん今減ってるっていうのは現場で感じています。ですので結局介護する側もだんだん高齢になっていきますし、介護のその人材の問題は今後その超高齢化社会で介護される人がどんどん増えるっていうことよりも、もしかしたらそちらの方が大きな問題になってくるかなと私としては感じてます。実はノースヘルスケアサポートは高反発のマットレスによって睡眠の問題だけではなく人材不足の解決にもチャレンジしている。いわゆる床ずれですね、分かりやすく言うと、そういったものを予防できるようなこういう、商品の提供、そしてそれとセンサーをつなげて
そこからデータを引き出し、このデータをもとにいろいろと介護の現場での書力化、今介護人材は相当不足してますんで、なるべく記録レス、記録を書かなくてもいいような、IT 化していく、あるいは、インターネットオブシングスということで IoT ですね。でそれらの、記録を、データ化して、これで、なるべく介護の現場の皆さんの、記録だとかこういったものを省力化していく、そこへつながっていくんじゃないかということで、今これから我々が目指している方向です。このほかノースヘルスケアサポートでは NPO と連携して、高齢者が物をうまく飲み込めない嚥下障害や誤嚥性の入院を減らそうと、介護者のための講習会などに取り組んでいる。さらに日本と同様、高齢化が進む台湾の企業や研究者と連携し、 IT を活用した介護や日本の研究成果を伝える活動にも取り組んでいる。台湾でも来年、再来年2019年から介護圏始まりますから、そこへも北海道からいろんなノウハウを提供するというのは非常に私は大事だということで、日本のいろんな仕組みだとかシステムと台湾のその安価な、チップと、安価でできる IC チップと組み合わせて IoT インターネットオブシングスということで、むしろ北と南とそれぞれ全く環境違いますから、この中で一緒に、いいものができれば多分、日本の高齢化にとっては大きなメリットがあるんじゃないかと私は思ってます。